参りました。サスケハッピーバトル第41回、実況は私ハピアンハピトロがお送りします。今大会から新シーズン、シーズン5になりました。サスケハッピーバトル、今シーズンは1回負けたらその時点で敗退確定のシングルエネミレーション方式のトーナメントに第1試合以来の復帰を果たしました。そのトーナメント形式、まずナメと生産カリ、さあ1回負けたら敗退、その緊張感のあるサスケハッピーバトル帰ってまいりました。まずナメが先行、さあ生産カリ、そのシーズン1の頃とは実績積み上げてきてやってまいりました。さあナメもシーズン1から出場している参加者ですが、さあここジャイアントスイング、ここは着地していく。そして生産カリも着地するが、ナメが先行している。さあナメがいきなり生産カリを下した。生産カリ倒しました。5連覇の実績を持つ生産カリを下してナメ勝っていきました。いきなりこれは下克上、波乱を起こしました。ナメ勝利となりました。今回は12人のトーナメント、まず出てきた生産カリとナメ、ナメと生産カリ、生産カリは5連覇の王者ですが、その王者相手に引けを取らずにしっかりと真っ向から勝っていきました。ナメここ終始、ナメが生産カリに距離をつけていたというバトル。ここで着地もナメの方が早い。そして注い立つ壁に入っていくナメ。ここもしっかりと落ち着いて冷静に超えていきました。ナメが勝利しました。